こんにちは、アンナスです。今日も質問が届いたので答えていきます。昨日ミモザの日ということを知ってプチ刺繍にあるミモザを刺繍してみました。しかしミモザの小さな実がうまく刺せずとても苦戦しました。凸凹を埋めるために再度上から刺したりガイドをつけて刺したりと試行錯誤をしましたが、綺麗な丸にならず、ほとんどがレモンのような楕円になってしまいました。小さな丸い部分を刺す際のコツなどあれば教えていただきたく思います。 YouTube はすべて確認したのですが Q&A なのですでにご説明されているようでしたら大変申し訳ございませんって書いてありますけれども、はい、すごく丁寧な方ですいません。こちらもあの画像動画がすごい多くて探すの大変だと思うんですけど、ずいぶん前に丸の刺繍の仕方っていうのが質問できてたので、確かサークルサテンステッチの刺し方とかそんな感じの題名だったと思うんですけど、それで一回やってます。それはもう本当にカメラの近くでこっから出してこっから入れてみたいな感じでやってはみたんですけど、私丸刺すのすごい苦手で、でなんかガイドつけて刺すとか今も書いてらっしゃいましたけど、なんかガイドつけて刺しても難しいし、なんか刺してちょっと足らないからって言ってなんか形変だなと思ってどんどん足すとすごい厚みが出てきたりして、ほんと丸って難しいんですよね。なのでまあ一つ、まあちょっとやり方はもう一回やってるのでそっちで見てもらって、多分今この辺に出てると思うんですけど、リンクの方に飛んでもらって、あとはもう3本撮りとかでやると、もしなんかちょっと変だなと思って足したい時にまた3本で足すと6本とかになってすっごい厚みが出てしまうので、できればもともと2本撮りってミムザの方は書いてあったと思うんですけど、2本で刺繍して、ちょっと修正しても倍だから4本でそこまで厚み出ないと思うんで、それでももう心配な方は1本撮りでちょっとずつ足していく、修正の時はね1本ずつ足していったりとか、あとはいつも丸を刺繍する時に全然なんか楕円になる人には刺しすぎって言ってるんですよね。なんか気になってどんどん進んでいくから、例えば今もしかしたら綺麗な丸なのかもしれないんですけど、ずっと見てるからよくわからなくなるんで、なんか足すっていうとどんどん進んでいくので楕円になるんだと思うんですよね。なので一回心配になったらやめるっていうことがいいと思います。なのでミモザの花の図案って多分丸が 2,30 個出てくると思うんですけど、1個やってこれもしかして変かもと思ってちょっと足す前にもう次に行って、でまたちょっと刺して、でなんかこれも丸うまくいかないなと思ったらまた次に行ってみたいな感じで、とりあえず全部埋めてから全体を見て、例えば一本取りとかでちょっとずつ足していって丸にしていくっていう方が仕上がりが綺麗だと思います。なんかそれぐらいしか言えなくて申し訳ないんですけど、あとは図案を確実に綺麗に写して、結構写す時にちょっと楕円になってたりすることもあるんですよね。なのでそれかもうスマプリを使うか、スマプリって初めて見た方は分かんないかもしれないですけど、ルシアンっていう会社の方から会社の方から出てる商品でシールになっていて、それも割と綺麗に写るんですけど、それ使ってもらってもいいと思います。じゃあそんな感じで、あとはもう過去の動画ちょっとやってるのがあるので見ていただけたらいいかなと思います。ではまだ質問もまだまだ受け付けていますので、コメント欄の方か、メールアドレスの方にお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。